ちゃんちゃんです。室堂に来ております。今年もですねオートルートに挑戦していきたいと思います。今回で3年目の正直というところで、天気予報は3日間快晴の予報になってます。まあ、予備日含めて5日間、今回は予定を取ってるんですけども、初日から大変ですけど進んでいきたいと思います。では行ってきます。改めてオートルートを説明すると、館山の室堂から上高地もしくは新穂高温泉を目指す北アルプスの稜線を60キロスキーで上り下りをしながら進むルートとなっていまして、山スキーヤーにとっては憧れのルートの一つであります。1日目のルートは館山の室堂から越中沢岳を目指すコースになります。五色ヶ原の方に向かって進んでいます。今日は一ノ越の方ではなく、こちらのですね竜王の方を巻くような形で進んでいきます。今回はですね、旅に関しては滑ることにはあまり重点を置かずに、とにかく安全に進めるところを狙っていこうかなと思ってます。浄土山に着きました。お山がすごい綺麗ですね。結構今日は登ってる人多いんじゃないでしょうか。目の前に薬師岳があります。その先に槍ヶ岳が見えてます。獅子岳に到着しました。後ろ振り返ると今まで来たところが分かります。ここまでまあ3時間ぐらいですかね。体調もいい感じで来られてるかなと思います。五色ヶ原までまず到着できるように行きましょう。荷物が重くてなかなか滑れないですね。あとはできれば越中沢岳まで行きたいので、これからもう少しだけ歩きたいと思います。日没までねすごい時間があるので、それを活かしていきたいです。トンビ山から降りてきました。結構急なトラバースがあります。上から見た時ちょっとやばいなと思ったんですけど、まあ見た目ほどではないですかね。ちゃんと、手で、まあ、横移動でトラバースしていけばなんとかなるかなと思います。ただ下がですね結構急なので、まあ、滑ったら終わりなので、ここは慎重にアイゼンを入って行っていきたいと思います。登山道に水が湧いていました。ちょっとこれを取ってテント泊のお水にしたいと思います。はい、今越中沢岳に着きました。一応目的地ではあります。ここまでなんとか来れました。綺麗な雲海が浮かんでおります。はい、本日の宿は、越中沢岳からちょっとだけ降りたなんかこうお家になってるところです。ここだったら多分雪の崩落とかもなさそうなので、大丈夫そうなんでテント立てていって寝たいと思います。ずっと晴れました。これからご飯食べて寝ます。今日は電波がつながらないのでちょっと周りの人に不安を与えているかもしれないので、明日なるべく早く行動して連絡したいと思います。夕日が日本海に沈みます。山って感じがします。明日は薬師岳を越えていきたいと思います。はい、締めの夕食できました。こちらは緑茶ですね。脱水症状になりやすいので、なるべく夜のうちに回復できるよういっぱい飲みたいと思います。こっちがカレー飯です。カレー飯に野菜とサラミですね加えて、ちょっと栄養が取りやすくしております。はい、2日目の朝を迎えました。おはようございます。結構体調いいですね。今日も天気良さそうなので、しっかり準備して、歩いていきたいと思います。はい、晩ご飯を作っています。そこまで風は強くないので外で、作れてます。このウィンドバナー MSR のやつなんですけど、すごい早く沸くんでおすすめです。これから出発していきたいと思います。すごいいい天気です。
2日目の行程はこの登山の中では最も危険な場所を通る一日になります。雪と岩が入り混じる急斜度のトラバスが続いていきます。中沢岳から凄野乗り越しまでの岩場になります。気をつけて行きたいと思います。どっちだ。ああ、怖っ。いやー、これ止まんないじゃんね。やばいじゃん。行きたいですけど、屋久島でちょっとまあ時間かかりそうなのでゆっくり行きます。はい、今ちょっとこのクレバスに落ちてしまいました。ちゃんと頭まですっぽり埋まりそうなぐらいの大きさでしたね。チューブラリになりました。ラックがあったので引っかかってくれてよかったですけど、このまま下に潜り込まされたら本当に危なかったです。都合の越し小屋です。ちょっとコースタイムより遅れてきました。ただまあ今日は長丁場なのでゆっくり行きます。だいぶ暑くてですね、半袖でも寒くないような天気なんですけども、ちょっとやっぱり怪我とかすると良くないので一応長袖に手袋で進んでいきます。会田山に着きました。北屋久島岳になってます。また厳しい登りです。北屋久島岳の直下まで来ました。なかなかたどり着かなくて、ここまでちょっとシール使ったんですけど、まあ雪道が結構下空洞空いてて、クレバスに一回落ちたので、雪壁に降りたくないなっていうところがあって、登山道を進みたいと思います。最後の愛染での登りになることを期待してますけど、まあ結局薬師ぐらいまで愛染な気がしますね。危険な箇所をしっかり安全な時間帯に切り抜けるってことを優先したいと思います。今、薬師岳に着きました。めちゃくちゃ辛かったです。3時間から4時間コースタイムオーバーしてしまって、本当にたどり着けるのかと心配になりましたが、着けました。ここからひとまず薬師岳の小屋に向かって、でもし行けたらタロダイラの方に行こうと思います。はい、今薬師岳山荘に着きました。こちらの近くで、テントを張って寝ていこうと思います。今これソーラーパネルを使って、充電をしています。まあ、この参考のために用意したと言っても過言ではないですけど、しっかり充電されてます。あと2時間ほど日没まであるので、ゆっくりこれで充電していきます。足がしわくちゃです。乾かしてます。痛いですね。なんかこう熟しすぎたトマトみたいになってるので、なるべく早く乾かして元に戻したいと思います。3日目は薬師岳山荘から都合の越し小屋に行くルートになります。黒部五郎岳のカールの、スキーでの滑走というのが非常に楽しみなルートとなっております。はい、おはようございます。3日目がスタートです。今日は日の出前に、歩き始めました。今日は昨日ちょっと行けなかった太郎平まで行って、そこから黒部五郎ですね、目指していきたいと思います。まあ、黒部五郎まで行けば
ある程度安心できるかなと思いますけど、まあそれ以降もちょっといろいろ山ですからしっかり気を抜かずに歩いていこうと思います。行ってきます。間もなく太郎平に着くところです。今日も板を担ぐことが多くて大変ですけども、なんとかやっております。なんか逃げてはいるんですけど、そんなにスピードは上がってない感じかな。はい、太郎平に到着しました。ちょうど6時ですね。日が高くなってきております。あちらの方から下ってきました。結構重たかったですね。ここからはシールで一気に上がっていく感じになりそうです。はい、北の俣岳に到着しました。ちょっと風が強いです。ただ景色は最高です。ここからスキーで降りていきたいと思います。久々のスキーでの格好です。登りが非常に体に応えます。板も今担いでるので、本当何時になるんだろうって感じですね。ただこれを越えて、また三ツ俣蓮華岳も越えると、いや本当に今日大変ですけど、今日乗り越えればもうほぼ生きて帰れると思うので、しっかりやっていきたいと思います。黒部五郎小屋が見えてるので、あっちまでちょっと急ぎたいと思います。天気が崩れそうなのでちょっと安心したいところですね。かなり疲れてきました。流れは起きなそうです。横滑りが精一杯だ。足が痛すぎる。きつい。この傾斜怖いよ。あったから、はい、このラインをいただきました。いやーなんか疲れてるんで、もうヘナチョコラインでしたけど、まあ、最高の一本だったと思います。こんなところでスキーができるとは思わなかったです。気を抜かずに小山で進みます。黒部五郎の小屋が見えてきました。やっとここまで着きました。長かった、本当に長かった。はい、あと4時間で坪六小屋に着きます。4時間かって思うか、まあ、日帰りハイキングだと思うか、の違いだと思ってるんで頑張ります。ちょっとですね、暑すぎて脱水症状に近いような感じですね、なってきてるので、ちょっとこう体調気をつけていきたいと思います。三ツ俣蓮華岳向かってます。今先っちょに登山道が見えるのが分かりますでしょうか。毎回こんな感じの登山道を行っています。まあ、ある程度は GPS で分かるんですけど、かなり分かりづらいところが多いです。三ツ俣蓮華岳までの道のりがかなり長いです。今、18時です。すごろく岳の、方のところにいるんですけど、ちょっと限界なのでここから降りたいと思います。小屋着くのが18時半頃になるといいんですけど、もっと遅くなるとやばいので、この辺で失礼します。ああ、いい感じ。ああ、着いた。
どうやって開けるんでしょうね。これが開くみたいですね。スキーは外に置いて入りますか。すごい景色。一日の終わりです。これからご飯食べて釣り終わります。下山はできると思うので、頑張って下りたいと思います。小池新道の登山口に着きました。新穂高温泉までの林道に入ってきました。背後の小屋から本当に長くてですね、あとはもう本当に林道1時間ちょっと歩いて、下山になります。わさび平小屋です。ここは昔僕がアルバイトしてたところです。ゲートが見えました。よいしょ。今新穂高温泉にたどり着きました。長かった。途中ちょっと動画も撮れないところもあったんですけど、なんとか、降りることができました。これからちょっと温泉に入ったりご飯食べたりしてゆっくりしたいと思います。すごい懐かしい景色。温泉に入ります。はい、無事に信濃町駅に戻ってまいりました。4日前にここを出て、顔に日焼けのあざを作って帰ってきました。すごく嬉しい時間です。これからまた普通の日常に戻りたいと思います。ありがとうございました。